生面混合に従う四夜車四夜車とは、生面混合に従う四五方前身の夜車、あるいは、栃木県日光市、日光山林王子の夜車門を守る四人の夜車神の、ことである。四人の夜車の名は、それぞれひだら、あばつまら、だら、カラスマロックとぎ。掛け軸がで四夜車が登場する場合は、通常に同時が後ろにいる。その前に四夜車が二体ずつ左右に、 青面混合を囲むように登場する。一番前に登場するのは、日光島将軍でもおなじみの三円である。なお、左上の白いものがつき、右上の赤いものが帯でこれを実月と呼ぶ。ヤシャモンの別名はボタモンという、ボタンの彫刻がなされているからである。ダラの別名は剣ッパである。したがって本当はヤシャではなく、ガンダルバと呼ばれる。 半身半獣の神にして八武器衆の一尊である。しかし、四夜舎として表す場合は、ダライコール、剣ッパとは通常はせず独立した夜舎神とみなす。カラスマロクトギ像は日本で唯一夜舎門で祀られている独立像である。カラスマロクトギが手にする金の弓矢は、実は、浜屋である。この浜屋こそカラスマロクトギ仏が発祥と言われている。ただし浜屋を、 参拝客に提供したのは東京都大田区の新田神社が発祥であると言われている。ありがとうございます。